アンのエニータイムアンダンテ。アンです。エニータイムアンダンテ。今日のテーマは洗濯です。選ぶんじゃなくて洗う方の洗濯です。洗濯は結構嫌いじゃないんですよ。すごい得意かと言ったらちょっとわからないんですけれども、ちょっと先日洗濯で大失敗をしてしまいました。お気に入りのセーターがあったんです。で、セーターって前開きのものが割と私は好きで、というか仕事をしているとパーカーでもセーターでも前に、ジッパーやボタンがついてて、カーディガンって言った方がいいのかもしれないんですけれども、前が開いてると被らなくて済むのでヘアメイクの時にも着てられるんですね。で、髪の毛とかメイクに影響を及ぼすことなく脱いだり着たりができるということで、とても重宝していたんですけれども、なんと洗濯してそのまま干せばまだ良かったのかもしれないんですけれども、早く着たくてなんと乾燥機にかけてしまったんです。もちろん乾燥機にセーターをかけたらえらいことになるっていうのは分かってたんですけれども、30分ならいいかなみたいな感じで、今思えばなんでそれをいいと思ったのか自分でも分からないんですけれども、いわゆる30分ぐらいだと何でも半乾きになるので、全部乾かさないでシワを取りながら干していきたいっていう時は半乾き状態にすることがあるんですけれども、なんでセーターでそれをやってしまったのか、出てきたセーターは子供サイズみたいになっていました。すごいショックでした。すごく袖の長いセーターだったので、私ちょっと腕が結構普通より長いようで、自分の身長よりも腕の方が長いというちょっと不思議な体なんですが、というわけでそういった袖の長い上着っていうのはなかなか見つからないので、一回見つかると大事に大事に着たいなって思うんですけれども、お気に入りのものをよりによって自分でダメにしてしまいました。洗濯といえば海外に仕事で行った時の洗濯の話をさせていただきたいと思いますが、1週間以内だったらそれなりに下着も何個も持ってってってやるんですけれども、10日、1週間を超えちゃうとちょっと洗濯をしないとちょっと足りないかなっていう風になってくるので、日本で洗剤を買っていかずにあえて現地のスーパーで買うようにしています。で、余裕があったら最後日本にも持って帰って日本で使うようにもしてるんですけれども、なんかちょっと日本のものとまた匂いが変わったような気がして、ちょっと海外風情をお洋服で味わえるかなと思っています。で、どんな洗濯方法を取るかというと、いろいろ試してみたんです。アメリカに行った時はまずコインランドリーに挑戦してみたんですが、コインランドリーいいんです、悪くはないんですけれども、洗濯機でお金を入れるところにですね、25セントしか入らないんです。だいたい確か1回4ドルぐらいなので、25セント硬貨をまず16枚集めるまでは洗濯機が動かないんです。なので洗濯機を使うために25セントをより分けて集めてた、貯めてた時期もあったんですけれども、そんなに洗濯機1杯分ぐらいの洗濯の量ってしないので、だいたいバスタブに薄くお湯を張って足でふみふみして洗ったりとか、シンクの中にで手洗いしたりとか、それで室内に干すので、T シャツぐらいまでだったらいけるかなっていうので、そんな方法をとっています。洗濯嫌いじゃない、好きだって言ってたんですけれども、洗濯して干して畳んでそこまでは好きなんですけど、そこからしまうのがあんまり好きじゃないんですね。畳むのまでは好きなんです、そこまでなんです。この間読んだお片付けの本によると、そもそも服がこうちゃんと収まってなお余裕のあるタンスの中だったらしまえるよ、でもギュッギュッってやってしまうようなとこだったらそりゃ入れたくなくなりますよって、まさにそんな感じだなって思うので、お洋服もなんて言うんでしょう、
断捨離というか、多分着てないものってすごいあると思うんですね。私前にいつなんか今年お掃除するってこの番組の中で言ったか覚えてないんですが、まだやってないんですよね。でちょっと夏以内にはちょっとやりたいなっていうこの感じで、お洋服しまうのも好きになれたらいいなって思います。でもね、中学校の頃は、シャツを着て制服着て学校通ってたんですけれども、シャツを洗濯したりとか自分のシャツにアイロンかけたりするのはすごく好きで、好きな DVD をレンタルビデオ屋さんで借りて、それでそれを見ながらアイロンがけをするっていうのがすごく好きでした。でもちなみに朝ですね、制服のスカートのシワがどうしても気になって、スカートを履いたままアイロン台にスカートを乗せてアイロンかけようとしたんですね、朝急いでて。そのまま手が滑ってももにアイロンをグサッてやってしまったことがあったので、急がば回れというか、そのまま出かけるか一度きちんと脱いでからアイロンかけた方が良かったなと今では思っています。エニータイムアンダンテ、またお会いしましょう。アンでした。